モリモリです。さあ今日は番外編です。モリモリはですね、全国いろんな子どもたち、大人の方から質問をもらうんですけども、どんどんですね、その質問に答えていこうと思いましてですね、企画いたしました。その名もモリモリ研究部屋です。ハッシュタグモリモリ研究部屋で投稿していきます。記念すべき1回目はこの方いきましょう。岩手県の河村隆史くん、中学生の子ですね。隆史くん、ありがとう。モリモリさんのオリジナルのドリブルを教えてください。オリジナルのドリブルを教えてください。モリモリが5年前ぐらいに考えたドリブルをね、今日はレクチャーしたいと思います。よーちてくら。お前の部屋、お前のベッドの中、飲んだくれたよにつけ込んだのさ、飲んだくれたよにつけ込んじまうのさ。モリモリ研究部屋第1回目、お楽しみいただけたでしょうか。質問などある場合はですね、ぜひ気軽にコメントやメッセージいただけたらと思います。ドリブル、ハンドリング、パス、何でも OK です。試合で使える、使えない、何でも OK です。ぜひね、質問の方をですね、送ってください。お前の足に